はい、なんかいそうですね。これ動きそうだな。うお、いるいる。むし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 。ちょっと失敗しちゃった。やばいやばい、ゾンビ来てる。進むの難しいな。夜更かしは得意ですが、朝起きるのは苦手です。どうも皆さん、こんにちは、こんばんは。グロとホラーの英才教育こと藤田美代です。はい、まあ結構な方がそうかもしれませんが、私は本当に夜型の人間だなと思っておりまして、本当にね、昼夜逆転するのはねめちゃくちゃ簡単なんですけど、朝起きるのは本当につらいです。昔はそれでもね、起きるの結構得意だったんですけど、最近特にね年々なんか血圧が下がってきてまして、低血圧でね朝起きるのが辛いっていうのは本当だったんだなと実感しております。ただ本当に夜型の人間、朝型の人間っていうのはね多分きっといるんだなと思います。私はねもう 100% 夜型だなとひしひしと実感しております。はい、というわけで夜といえばホラーゲームバイオハザードゼロ、続きからやっていきたいと思います。前回は確かカードキーを拾って、そのドアに入ってないとこでセーブしたのかな。うん、じゃあやっていきましょう。いや、アイテムをね拾うの難しい問題がすごいね。前回だいぶカットしましたけど、まあ多分毎度そうなるのかなと思います。ナイフはまあいいか。ちょっと待って、これさ、こうついてきてとかのさボタン忘れちゃった。また何キーだっけ。十字キー、違うな、十字キーはあれか、十字キーっていうかキーボードだから十字キーじゃないや。もう一人のプレイヤーを動かすやつか。なんか何ボタンかでついてきてみたいなやつ多分できると思うんだよね。そしたら、あ、持ってる方じゃないと使えないからね。扱う必要がない。あ、そうか、ビリーだと遠いのか。オッケー、はい、捨てます。で、This is Delta Team. This is Delta Team. We have gained control of the train. Over. Understood. This does not make any sense. How was the T-virus leaked? And why did it contaminate both the lab and the mansion, as well as a train almost 3 miles away? That's irrelevant. We must make sure no knowledge of this gets out. Destroy the train. Completely. How far away are you from the nearest branch line? About 10 minutes, Duke. Huh? What happened? はい、なんかいそうですね。Destroy the train completely って言ってたね。かっこいいなって思っちゃった。いや、ここはまだ、あれ？もう、なんか敵がいっぱいいるんだっけ？ちょっと記憶にないですけど。あなたの話し方に慣れると、より正しく理解することがます。なんなの？お手伝い。はいはい。今なんか Windows の話しかけたら起動するやつみたいなやつが起動してしまいました。私の声ですかね、多分。これ動きそうだな。多分まだ大丈夫だったような気がするんだけど、でも後で動くんじゃない？帰り道に。The train will either derail or crash. I gotta stop this thing.あー、オッケー。そうか、もうここなんだね。はい、ブレーキ操作マニュアル。
ブレーキ制御装置を使用するためには以下の3つの操作が必要です。1両目運転室、5両目後部デッキ、そこに行ってブレーキの制御装置を起動しないと電車が止まらないと。で、後部デッキコード入力、ロック解除のコードを入力すれば、最終的に運転室でのコード入力が可能になると。で、ロック解除するとブレーキが、使えますと。はい。あー、OK。ちょっと待って。ビリーで行った方がいいから、レベッカが残った方がいいな。I'll go over to the back deck and manipulate the control panel for the brake. Then you apply the brake from here, okay? All right. Billy. What?Be careful. Yeah. ちょっと待って、時間制限なので、待って、とりあえずアイテムをで今、カードキーみたいなのを多分拾わないといけないので、アイテム枠は1個残しといて、装備はショットガンにしていこう。で、今ここにあるこれを拾って、ハンドガンの弾あるのか、ちょっと待って。ハンドガンの弾を、あ、拾いたいこれ。ちょっと待って。OK。よし、行こう。どこだっけ？場所がわからんな。これ多分いると思うんだけど、ちょっと無視で行こう。後部車両、あれか、ワンちゃんが出てきたところか。うお、いるいる、ムシ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 。リング拾ったところだね、多分ワンちゃんの飼育ゲージみたいなのがあって、リングが落ちてたところの先か。ちょっと失敗しちゃった、失敗しちゃった、失敗しちゃった、失敗しちゃった。落ち着いて。やばいやばいやばい。いいねいいねいいね、よしよし、いいぞ。はいはい、弾入ってる、これ入ってないよね。そう思った。もういいんじゃない、行っちゃって。お腹痛いになっちゃったよ。で、組み合わ、あ、もう入ってた。私の目は節穴か。あれ、当たってない、当たってない、当たってない。もうこれも、あ、もう仕方でいいよ、仕方で。はいはい、よし。あれ、なんかここの車両、なんかレベッカだとイベントシーンみたいになった気がしたけど、気のせいかな。私前ね、やった時ね、レベッカでやったんですよね。気のせいかもしれん。ビリーだとないのかな。なんか確か今のゾンビがスターズの知ってる人かなんかで、レベッカだとイベントシーンがあったような気がしますね。時間大丈夫かな。これでしょ。はい、操作できそうだ。間違えた間違えた。はいはい、これを使ってはい、これがね、81になればいいんですけど、この 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 個、10個使って81にするんですけど、 1,2,3,4,5,6,7,8,9、 あ、区が81、区が81になっちゃうので、9を8個、
で、あと9足せばいいから4と、あれいけたね、 OK。 This is Billy. I've engaged the control device for the break. Over. Roger. I'll put the break on now. で、こっちも同じなんだけど、こっちは壊れてて見えないので、まあ勘で計算するって感じですね。あ、違う、やばい、1分だ。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 個だから、7×63 3,4,5,6,7,8,63の4。 OK。 やばいやばい、ゾンビ来てる、ゾンビ来てる。とりあえず列車止まったので逃げましょう。よし、あれ今レベッカ使ってるのかな。 OK。 さあ、なんとかこれで列車から逃げることができましたが、あれ、あっちなんかあるっけ。なんもないね。こっからはね、本当にもう記憶がないので、まあ、ここからはほぼ初見も同然のような、今まで割とね、知ってるとこが多くて、私にしてはさっくりやってきましたけど、ここからは本当に、今までと変わらずって感じですかね。まあ覚えてるところもあると思いますが。The Umbrella Research Center? First General Manager, Dr. James Marcus. Who on earth are those people? She's just a rookie, a member of STARS. What about the male? I'm unfamiliar with him. Attention! This is Dr. Marcus. Please be silent as we reflect upon our company motto. Obedience breeds discipline. Discipline breeds unity. Unity breeds power.Power is life. Who are you? It was I who scattered the T-virus in the mansion. Needless to say, I contaminated the train, too. What? Revenge on Umbrella. Years ago, Dr. Marcus was murdered by Umbrella. You helped them, didn't you? はい、というわけでね、まるで初代洋館かのようなアンブレラ養成所に着きました。
いや、覚えてるよ。覚えてる。ここに来たことは覚えてる。ここにハーブありますね。お腹痛いなんだけど、まあまだ黄色でしょ多分。うん、もうちょっと我慢してもらおう。なんか謎の人がね、出てきましたね。列車でも見かけた。オペラマン。よし。で、インクリボンまだいいや。ちょっと待って。さっき玉を拾ったので、組み合わせると。OK？さあ、行きましょう。まあ、とりあえずここにハーブあるよっていうのを覚えておきながら。どっから行けばいいんだ？とりあえずまあ、近くのドアから行くか。全然覚えてない。開くのかな？ちょっと待って。なんとなく覚えてる。これはなんとなく覚えてるな。あ、覚えてる覚えてる。あれだね。灯油？ガソリンだっけ？灯油だっけ？とハーブか。今拾っても、アイテムは結構いっぱいなんだよな。なんか出たほらちょっと待って。私は覚えているぞ。多分。多分ね。暗い！暗い！暗って！暗ってないのこれ。あ、ビリー死んじゃった。ちょっと待って。あ、やばいこれ。死んじゃったら列車の前からやり直しじゃん。あ、セーブって大事。お腹痛いなんだけど、まあ、まだ黄色でしょ？で、インクリボンまだいいや。あれか、アンブレラの養成所ついてからセーブすればよかった。はい、ちょっともう一回やってきます。はい、やり直してきました。そしてセーブもしました。そうだね、オートセーブじゃないんだったね、バイオハザードゼロはね。はい、で、今やり直した時に、列車がね、列車がね、列車を止めて、ゾンビがいっぱいいる。まあ、ここの部屋に入る手前ですね。のところに、ナイフとインクリボン落ちてたので、ナイフ1本だけ拾ってきました。ちょっと2本はね、ゾンビがいっぱいいて拾えなかったんですけど、さっき全然気づかなかったね。列車の中で多分取り忘れたアイテムが、もう一回拾えるようにね、落ちてたんだと思うんですけど、ナイフ1本だけ拾ってきました。よし、そしたら今の部屋にでも行きたいんだけど、あいつはね、バイオ2のリメイクでもなんか出てきたやつと同じだと思うんだよね、ニョロニョロみたいな。火炎瓶が確か効くんだと思うので、さっきちょっとね、多分ビリーに張り付いてて無敵タイムだったと思うんで、効かなかったと思うんですけど。なのであいつを倒してアイテムを拾いたいと思うので、ちょっとビリーには待っててもらうことにして、で、レベッカで、やつを倒しに行きたいと思います。あれ？もうね、すでにね、あら？どうやって行くんだっけ？こうか。火炎瓶を握りしめて、倒しに行く気満々です。まあ、基本的に何も必ず二人で、行かなきゃいけないってことではないと思うんですけど、まあ、ビリーのが強いからね。まあ、てか、ビリーに火炎瓶持たせた方がいいような気もしますが、ちょっとビリーがお腹痛いなので、そしてハーブをまだ使いたくないという、ね、感じなので。さあ、これで出るでしょ？さあ、来い。くらえ！火炎瓶！効いてるのか？やばいやばい、死んじゃう死んじゃう、暗い。効いてなくない？効いてなくない？これ死んじゃうのでは？
くらえ効いたっぽい。あー3本も使うんだねこいつ倒すのに。あ、瓶落ちてるじゃん。あ、オレンジの交渉になっちゃった。そうか、拾えないのか。じゃあこれを一回使っちゃおう。で、これを拾って、で、これを組み合わせて、あ、3個余るのか。なるほどね。OK。じゃあちょっとレベッカにここで待っててもらって、ビリーでも向かうか。ちょっと待って。よし、そしたら、これを拾って、で、Come on. Okay. じゃあこれで一緒に行こう。で、まあ、とりあえず探索を。ここ開かないでしょ、ここ。なんか見るからに開かなそうだもんね。時計の模様か、これか。ああ、謎解きだね。ああ、覚えてるわ。意外と、覚えてるとこは覚えてるな。なんかいる、また。また来たじゃん、あいつ。またいるじゃん。そんなしょっちゅう出てくるの？そうか、そんなしょっちゅう出てくるのか。こう緑使ったらもったいないかな。またレベッカに投げてもらうか。ね。じゃあちょっとここで待っててもらって。I'll go check over there. Yeah. で、これを装備し、まだいるのかな。いるっぽいな。ちょっとさあ来い。どこにいんの？なんか止まってるっぽくない？あ、来てる来てる。くらえー、当たってないじゃん。くらえー、当たってなくない？当たった？当たったけどさ、ちょっと待って、一回入ろう。ダメじゃんこれ、全然3発無駄にしちゃったじゃん。なるほどね、結構近い距離じゃないとダメなのか。うん、これは逃げた方がいいかな。 Let's go. Okay. どうしよう、ビリーがでも捕まって死んじゃうかもしれん。ダッシュで逃げよう。あっちのドアはどっちにしろ鍵がかかってて、あ、逆だった。逆だったじゃん。これさ、聞くの？一応ちょっとは聞いてんのか。ちょっと、レベッカ一緒に行こう。大丈夫？ダメそう。あ、来てる来てる。よしよし。もう逃げよう。あ、火炎瓶無駄にした。もったいな。進むの難しいな。ハーブ使いたいよね。あ、拾えないのか。うわ、両方とも黄色じゃん。なるほど。両方ともお腹痛いだな。これとりあえず、今ね、瓶がないから置いてっちゃって、で、レベッカでハーブを。拾って、で、これを組み合わせて、で、ビリーが使った方がいいよね。よし、レベッカは少し我慢。OK。
時間が結構いい感じではあるんですが、もう一個違う部屋を見て終わりにしようかな。とりあえずあっち側はもう鍵のかかった、時計の鍵のかかった部屋しかないので、で変なやついるし、あっちに行く必要はないね。これって外かな。あーなんかゾンビいっぱいいるじゃん。頭ある。ここでいけるの？あ、なんて書いてあった今。火の模様ね、オッケー。そうか。ちょ、レベッカちゃん危ないよ。ちょ、さ、撃ちたいんだよね、ゾンビ。見えないんだよな。当たってないのかな？やばい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 、食らってた。もったいないもったいない。まああれじゃない、これやっぱこっち使おう。ヘッドショットが狙えるからね。まあハンドガンでも。もう一発、もう一発の方にはでも当たってないな。あれ当たったんかな。弾88発もあるじゃん。生きてるでしょこいつ。あれ生きてないのか。あ、もう死んでた。もったいない。こいつも動き出しそうだな。動かないんですか。うわー、なんだろうここ。なんか燃えてる？あー通れないんだね。何かをすれば。ん？なんかバルブとかそういう系かと思ったけど、バルブをはめるとこがちょっと見当たらないな。これは？いるし。ちょっと待って。さあ来い。さああと3発だから別に撃っちゃってもいいかもね。最初から撃てばよかった、もったいない。あ、遅かった。もう一人来たぞ。オッケー、いいね。ショットガンのね、ヘッドショットが気持ちいいですね。これは？黒の像。ああ、はいはいはい。なんかあったね。オッケー。まあ、キーアイテムですね。で、あとは、灯油と、ああ、ショットガンか。そう、これ、猟銃だからね。2枠も、スロット開けられるかな。よし。で、あと一発か。じゃあ一発、ビリーに撃たせて、ショットガンも持っていく感じでいいかな。これ人によってはもしかしたら猟銃捨てていっちゃう人もいるかもしれないんですけど、私は一応、持っていく。で、そしたら、時間が結構いい感じなので、この上に行くのを、次回やりたいと思います。これを一応見ておこう。まあなんかどっかに置いたりする像なんでしょうね。うん。よし、じゃあ、この続きは次回やっていきましょう。ご視聴ありがとうございました。この動画がちょっとでもいいなと思ってくださった方は、グッドボタン押していただけると嬉しいです。それからチャンネル登録、コメントもぜひよろしくお願いします。あと今、この画面と概要欄に SNS のリンク書いてありますので、よかったらフォローしてください。
というわけで、また別の動画でお会いしましょう。じゃあ、バイバーイ。